大韓航空015便着陸失敗事故は1980年11月19日に韓国ソウル特別市の金浦国際空港で発生した航空事故である。事故原因は農務による視界不良のためにパイロットが目測を誤って滑走路の手前に着地してしまいアンダーシュートになったことにあったとされている。1980年11月19日 大韓航空015便はボーイング747の200バイト旅客機で運航されており、ロサンゼルス発アンカレッジ経由のソウル便であった。フライトプラン上の帝国は午前7時20分であったが、当時のソウルの金浦空港は、今夜下切りに覆われており、視界も800メートルから1000メートルしかなかった。このような状態の中で着陸侵入したが、 運行乗務員が高度を早く下げすぎたために、滑走路手前90メートルの堤防に膠着装置が衝突。膠着装置が機体後部の貨物室を直撃し、機体は反動で滑走路に叩きつけられた。015便は胴体着陸したかのような状態で2キロメートルに渡り、滑走路を移動し停止した。機体は停止後に出火したが、燃料が少なく脱出する。 時間的余裕があったため多くの乗員乗客が緊急脱出に成功した。しかしその後機体は完全に消失し、韓国発のボーイング747の全損事故となった。この事故で乗員乗客226名のうち15名が死亡した。乗客のうち日本人は82名で、そのうちの77名は関西の旅行会社が企画した。 アメリカ西海岸ツアーの団体客であり、うち女性1名が犠牲になった。ありがとうございます。